アルキメデスの勢力拡柱直角柱と、射角中拡柱とは、多角形を底面とする柱からだ。つまり、2枚の合同で平行な多角形の間に四角形を立たせた多面体、あるいは、多角形がそれに交わる方向に平行移動した奇跡である。この時、2枚の底面の周上の対応する2点を結ぶ線分を、拡柱の母線と呼ぶ。 角柱は高さを持った多角形と言える。屋根と底に当たる多角形を底面、底面以外の面を側面という。側面は底面の辺の数だけの四角形からなる筒状の図形であり、すべての母線の集まりと考えられる。角柱の表面積は底面積の2倍に側面積を加えた広さとして計算される。初等、中等教育の算数、数学科では、 側面が底面と直行する長方形から構成される直角柱のみを考えるため、角柱を多角形をその面に対して垂直な向きに一定の距離だけ動かしてできる立体と説明するが、側面が底面と斜交する平行四辺型からなる斜角柱も含めて考えることがある。底面が正多角形の角柱を昇格柱、底面も側面も正多角形の昇格柱を アルキメデスの昇格柱、またはアルキメデスの角柱という、特にアルキメデスの昇格柱だけに限って昇格柱という場合もある。アルキメデスの昇格柱は半生多面体の条件を満たすが、正多角形が厚みを持ったものなので無限個あり、二次元の対称性しか持たないため、通常は半生多面体には含まない。アルキメデスの静止角柱は、 正六面体である、ありがとうございます。